やあ、来たか。君を待っている時間もいいものだよ。気にしないでくれ。いや、単に君と昼食を共にしたいと思っただけなんだが、いけなかったかな。ならよかった。なんだい今日はお弁当持参だったのか。そうか、では少々失礼して、私の分の食事を買ってくるよ。先に広げていてくれて構わないからな。ではなるべく急ぐとしよう。ところで、君のお母さんはバリバリのキャリアウーマンだと聞いていたが。しかし、失礼だが、シングルマザーで働きながら子育てというのは、我々には想像のつかないところで、きっと大変なことも多いだろう。そんな中でお弁当まで作ってくれるなんて、なかなかできないことではないか。倉島くんが？ほう。倉島くんがね、作ってくれたのか。ふーん。ああ、君のお母様はご多忙な身だから、幼い頃は倉島くんの家で預かってもらったりしていたのだ。それで、その話と今君が食している倉島くん金星お弁当とどんな関係があるんだ。倉島くんの家ではなく、倉島くんから提供してもらったのだ。ふん、へえ、ほう。いや、なに、君も意外と大胆なところがあるものだと感心していたんだよ。女子の手作りお弁当を他の女子の前で食すなんてなかなかできることじゃない。大した胆力ではないか。おいしいかい。倉島くんのお弁当はおいしいのかと聞いているんだ。ふーん、へえ、ほう。ほら、箸が止まっているぞ。しっかり残さず、最後まで美味しく食べて差し上げなくては失礼じゃないか、倉島くんに。回収しに来たんだけど。いいから。しょうがないな。感想は？味なんて分かってたのかな。別に、ただ誰かさんとのおしゃべりに夢中だったんじゃないかなと思ってね。じゃあそういうことで。別に怒ってなんかないもん。だから怒ってなんかないってば。さっさと帰りたかったのに。何が悪かったと思ってるの？別に私は春が誰とお昼ご飯食べようとどうだっていいの。でもあの人だけは。
らない。じゃあね、おやすみ。厳しいわけじゃないから。でも嬉しいな、春が陸上部に入ってくれて。一緒に部活できるなんて思ってもみなかった。嬉しいこと言ってくれるじゃない。なんかあったら私を頼っていいからね。お任せ。うん、そういえばさ、初詣は行った？ああ、そうなんだ。ふーん、ならいいけど。別に、なんでもないようだ。いけない。そろそろ行くね。じゃあまたね。お疲れ様。明日は領土戦だが、読むや忘れてはいまいな。いつも通りの時刻に、まずはライブコールで事前ミーティングだ。よろしく頼む。お疲れ様。では早速ミーティングを始めようと思ったのだが、二人ともどうしたのだ。なんだか疲れきっているようだが。いえ、ご心配には及びません。大丈夫なのか。宿題がとんでもない量だったんですよ。それでちょっとばかり睡眠不足で。そうか、それは災難だったな。もう一度確認するが、本当に大丈夫なのか。
僕もです。うん、君たちだけが頼りだからな。しかしそういうことであれば私の腹も決まったぞ。今日は我らの本拠地、ここ杉並エリアの防衛に努めようと思う。君たちの状態と我がメガネブラシの戦力を考慮したまでさ、何も慌てる必要はないからね。そう、慌てる必要はないのだが、しかし杉並エリアだけは死守せねばならん。よって今日だけは私の指示を細かく挟ませてもらおう。よし、事前準備はこれで OK だ。今日は防衛戦のみだからな。あとは敵が攻めてくるのを待つだけだ。以上、各員の奮闘に期待する。了解です、マスター。よろしくお願いします。あら、敵艦だわ。